いや、前回からダメ撮りでやっていきますよ。切なケースだよ。まあ、こんな感じで神崎先生の代わりに偽弥生がついてきてるわけですよ。というわけで、まあそう、どうすかな。偽弥生との絡みがないところ、まあ、つまり前回と全く同じ場所の部分はカットしていこうかなと思います。で、よろしくお願いします。あれはついていこう。オロオロオロってやってた時だな。オロ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 。これは何か落としていたみたいだね。謎の手記1。殺したの？ひどいことするわね。まあ、こんな感じでたびたび偽の弥生が話しかけてくるときがあるんやな。オッケー。九条先生みたいなむさ苦しいんと行きたくなかったんですよね。よかったよかった。偽物でもいいけん弥生と一緒におれるっていうのがよかった。ここで何しよったっけな。ここは単に上に行くだけか。調べても何もなかったよな。いやな。よっしゃー、バーチゴー。あ、ここここここあったわ。こういうのあったわ。うん、こういうのあったわ。うん、こう行ってこう行ってここで降りてここでこう行ってこうでこれじゃ。よし、まあ問題ないっすね。もうサクサク行こう。若手ですからサクサク行こう。サクサクビュー、サクサクビュー。相当強い鎧剣刀はついているが、目の閉じ込めておこうで呪いの影響なのか。盗んだ人も殺したの？当たり前よ。こんなことしてただでは済まないわ。なんか九条先生とは違うアプローチでアドバイスしてくれてるっていうか、知りすぎだろう。弥生偽物としても。偽物の弥生喋りすぎちゃう？九条先生そんなに喋ってなかったと思うよ。これは楽しみで仕方ないです。逃がさない。はい、逃げます。何ここ、急に空気が重くなった。結構カットせん方が面白いな、これ。もしかしたらメモも微妙に、いや、さすがメモは変わってないかな。あ、そうだそうだそうだ、弥生弥生。ここってさ、好きな人と3回同じ方向からくぐると両思いになれるなんて、やってみようよ。へえ、面白そうで、面白そうだね、さやちゃん。やってみようよ。もういいや、それ。もういいわ、これは。もういいわ、できんこと分かってるんだ。魔法陣のところはどうなんだろう。さやが、いや、弥生が絡んでくるときあるんかな。まあ、いや、行ってみましょう。はい、まあ、大体が九条先生の時と同じような感じだったんで結構飛ばしました。でもって弾を4つ集めて上の方のところに入っていたところですね。なに、ここ、てん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 。いや、よい、喋れよ。こういう時こそ喋れよ。怖いじゃないか。てか九条先生出てこんな。まあ、とりあえずこれ調べればいいかな。あ、これね。弥生が何か言いたそうにしてる。言いたそうだけど言わないようにして予行的な感じになってる。あんだけベラベラ喋っておいて。え、幸子って。ねえ弥生、ここ私のお母さんの名前が。本当だ、もしかしてさえちゃん百目鬼家の一族なのかもね。冗談やめてよ。でもほら、サエのおばあちゃんの名前もあるでしょ、文代って。文代って変な名前だよね。名前の横の日付は亡くなった日と同じだし。弥生、なんでそんなに知ったんお前。結構サエのこと知っとんやな。サエの家族のことさ、なんでそんなに知ったんお前。あれ、
やよい、なんで私のおばあちゃんの名前、いやほらさえだってそれに感づいた。え、さえちゃんが前に話してくれたんじゃない、そうだっけ。ともかくそれならさえちゃんが追われているのもなんとなくわかるね。さえちゃんは7代目なんだね。目的は何なの？それを確かめるためにももっと奥に行ってみないと。うん。扉が開いた。こっちへおいで。せめてな、お前さ。私がな、開け、まんじゅうって言うてから開きなさい。で、入っていく。この辺は一緒かな？一緒やな。7代目って、私？私を殺せば一族にかけられた呪いを解かれるっていうことなの？あ、ここはノータッチなんやな、弥生。弥生ちゃん、ここノータッチなんやな。 あまり多くのことは喋らないみたいな感じになってるけどね。で、入るか。お、戻ってきましたよ、ここまで。ここは儀式をする場所かな。この先は行き止まりみたい。戻ろう、弥生。その必要はないよ、さえちゃん。え？ここがゴールだよ、さえちゃん。あなた、誰？遅いよ、気づくのが。え？体が動かない。あなたがここで死んで終わる。いや、始まるのよ。いやえ？う。いや、弥生、動けるようになった。私がサエを守る。邪魔をするな。弥生、弥生が、サエ、私が守るから。はっはっは、おらおら。痛い、やめて。弥生、ちょっと。今とすっごい違うんやけど、髪型色まですごい違う。もうビフォーアフターがすごいね、成長した時のビフォーアフターが。なんだよ、いつも喋らないくせに。はっはーブラハー。お前気味悪いんだよ。お前の髪の色もなんか気味悪いけどな。おいしゃショットショット。あ、さえちゃんかわいい。二箇所で結んでる。やめろ。げ、どめき。またあんたたちか。に、逃げろー。エスケープ。あ、消えた。消えた。あの男の子三人消えた。すげえな。これがもう呪いな気がする。大丈夫？弥生。うん。ごめんね。いつも私のせいで。弥生は悪くないよ。ありがとう、さえちゃん。もうやめてよ、ちゃんづけなんて。呼び捨てでいいんだよ。うん、ありがとう、さえ。で、ワイにはもう呼び捨てやめとったけどな、結構前は。結構後に。現代の弥生はもう呼び捨てなんかやってなかったけどね。あれ？どこに行くの？さえ。さえ？さえ？さえ？どういうこと？これは。よくも。弥生よ、これは弥生が持ってきたハサミ？何か不思議な力を感じる。これであなたは許さない。う、許さない？うふ、だったらどうする？いやー、く、貴様、それはくそー。すげー。はあ、はあ。弥生、しっかりして。弥生、心臓はまだ動いている。これどっかで聞いたことある。この声どっかで聞いたことありますよ。違うゲームで聞いたことありますよ。まあそれはいいや。その後、私たちは元の場所へ戻ることができた。現実の世界ではほとんど時間が経っていなかった。両親は兄貴のことで家にはいない。
何も変わっていなかった。いや、一つだけ変わったことがある。それは目を覚ました弥生には私の記憶だけがなくなっていたこと。え？ノーマルエンド、忘却、嘘。え？分岐なしで。なんか後半に分岐あって、それでエトゥールとノーマルに分かれると思ったら忘却って。確かに帰ってこれたけど弥生の記憶がなかったパターンで。じゃあ何？どうやったらトゥル行く？トゥルの条件全然わからん。どうなるんだこれ。わかりませんな。はい、というわけで今回は樹木のトゥルじゃねえわトゥルまだノーマルエンドをやっていきました。でもトゥルも見たいんやけど、条件がわからんな。見る条件がどうやったらトゥルになるかっていうのがね。というわけでちょっとまあトゥルの出し方もちょっと探してみますわ。頑張ってみますわ、主にネットでまあでもってトゥルのやり方がわかったらまた実況で出すことにします。わからない限りはノーマルで止めておくという状態になってしまいますが、その場合はご了承ください。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。